大塚喜一さんはフジテレビの朝の顔として長年親しまれてきたが、2011年に急性リンパ性白血病を発症、福島の放射能が原因ではないかという噂が立つも、科学的根拠はなく病気の原因は不明、治療は極めて困難で、抗がん剤の副作用で顔とお腹が腫れ上がり、粘膜がダメージを受けるなど壮絶な闘病生活を送る。2014年には寛解と診断されるものの、白血病は再発し再び治療生活に。この間大塚さんは病院生活の寂しさや独身の後悔を公に語り、多くの人々に感動を与えた。2017年のラジオ出演を最後に公の場から姿を消し、現在の健康状態や活動については謎に包まれている。しかし2023年現在も存命であることが確認されている。大塚さんの個人事務所やマネージャーへの連絡も困難で、詳細な情報は得られていない。大塚さんの姪っ子が唯一の情報源となっており、健康状態は悪くないと報告されているが、公の場には現れていない。